どうも、ありがとうございます。今回はパパママ講座最終回となります。今まではホワイトボードを使って書きながら話をさせてもらったんですが、最終回はこの画角で、このスタイルでやらせてください。で、最後のトピックはですね、2つお伝えしたいことがあって、まず1つ目が、多分この動画5月の頭ぐらいに投稿されているかと思います。なので、夏までにご家庭でこういったことをしていてほしい、こういったことを意識してほしいというのを伝えていきます。特に受験生の、ね、親御さんであれば聞いたことあると思うんですけど、夏が天王山と言われます。実際そうです。夏休みはものすごく大事な時期。ですけど、受験生以外の方でも夏ってすごく大切なんですね。なぜかっていうと、やっぱりあの夏休みっていう長い休みの期間をどう過ごすかによって、その後、2学期、3学期、もしくは後期ですね。が、やっぱり子供たちで様子が変わっていくんですね。それはいい意味でも悪い意味でも。その夏休み前がすごいいい順調に行ってたのに、夏後から人が変わったようにうまくいかなくなる子もいます。逆もしっかりです。なので夏休みをなんか勉強漬けにしろとか、もうガミガミ頑張れってわけではないんです。そうじゃなくって、子供にとっても親御さんにとってもいい夏に過ごす、夏を過ごせるかどうかっていうのがすごく大事なので、そのポイントを簡単に伝えていきます。そしてもう一つ、最後はですね、今回最終回ですので、改めて保護者の皆さんに私から一つ、伝えたいこと、実は今までの動画シリーズでも触れたことがある内容なんですが、やっぱり改めてね、ちょっと伝えたいことが一つありますので、そちらを伝えてこの動画を終わりたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。それではまず夏までのポイントをね、伝えていきます。で、一つ目はですね、勉強習慣です。で、二つ目は勉強におけるプラス経験で、これがキーワードになります。勉強習慣なんで大事なの分かってますけどっていう方が多いと思うんですけど、やっぱそれでも改めて言わなきゃいけないんですよ。それぐらい本当に大事なところ。ただ勉強習慣って言葉通り習慣なんですね。で、習慣っていうのは他のね、例えばストレッチの習慣、筋トレの習慣とかもそうですけど、習慣って簡単には作り上げられません。勉強も同じです。なので勉強習慣を作るのはある程度の時間が必要なんです。で、例えば夏休み、特に受験生はそうですけど、夏休み入ってから習慣を作ろうと思うと、もちろん作れます、作れるんですが、前半を習慣を作るために使っちゃうんですよね。それがもったいない。であれば、今学校があってなかなか家で勉強する時間が夏休みほどね、もちろん確保できない、この状況で少ない時間をどううまく効率的に使っていくのかっていうことが習慣の中に組み込めていけると、実際夏休み入ってから時間が出来上がった時にも長い時間をうまく使うことができます。なのでそのためにも今この時期に勉強習慣を作らなきゃいけないか、作っていくといいんだっていうのを覚えておいてください。じゃあ実際に勉強習慣を作ろうと思った時のポイントは何なのかっていうと、いっぱいあります。これはいっぱいあるんですけど、ただ今回伝えたい一つはですね、お子さんにとって今やろうと思ってる課題、ワークとかが適正な量なのかっていうのを一度親御さんから見極めるというか、見てあげてほしいんです。例えば例えを言うとですね、小学校の宿題とかが分かりやすいです。小学校で出てくる宿題っていうのは当然クラスみんな同じ量が出てきます。で、これは仕方ないです。そういうふうに出すしかないので。ただ例えば私もともと個別指導塾で働いてましたけど、個別の時は当然個別なので、同じ小学校5年生5年生でも量は違います。なぜかっていうと、この子は今こういう能力でこういう状態だから1週間でこのぐらいの宿題の量がいいだろうなとか、毎日このぐらいのペースでいいだろうと。だから逆にこの子はある程度勉強に対して前向きな気持ちを持っているので、このぐらいだと量ではいけるかなっていう調整ができるんですね。ですけど集団塾とか学校ではそれはできません。だから実際にお子さんが、どうしても自分もね、2児の父で子供いるので、学校の宿題やりなさいって言いがちなんです。で、それはいいんです、いいんですけど、実際に出てる学校の宿題、多分漢字の書き取り、算数のワーク、それが今の自分のワーコの能力とか状態に合ってるのか。それが少ないだったらまだいいんですよ。だって書店で本買ってきて足せばいいので。でも多い場合は子供からしたら、もうこんな量できないよって、どうせできないからめんどくさいしってなるんですよ。でもやんなさいって言われるから当然しぶしぶやる。でもしぶしぶやるから態度に出ますよね。もうダラダラやってるみたいな。で、ダラダラやってるから親御さんもやっぱイライラするじゃないですか。それを見てると、ちゃんとやなさいよみたいな。で、そのやってんのに叱られるっていう経験が入っちゃうので、さらにその勉強する、宿題をするっていうところにネガティブなイメージがどんどん凝り固まっていくんです。で、もうやりたくねえ。で、そのうち反抗期とかが足されていくと、その立場が子供にとっても上になってくるので、もういいやんねえしみたいな感じになって、で、そう、悪循環にはまっていってしまうんですね。で、やっぱそれを打破するには、自分の生徒を見てきて思うことですけど、この量だったらいけるかっていう相談をしていく必要があるんです。
でも実際学校の宿題じゃ減らせないですけどってなると思うんですが、これはですね、これはちょっと動画の趣旨と外れちゃうんですけど、自分の生徒の親御さん一回お願いして、何回かその何人かの親御さんは実際に担任の先生と相談をして宿題を減らしてもらったことがあります。自分のお子さんの状態を話して、例えば漢字を10個覚えてこなきゃいけないんだけど、ちょっと今は難しい、まずは3個から始めていいですかみたいな。でも割と OK がもらえる方多いんですよね。それをやってくれっていう話ではないんですが、今回伝えたいのは、今お子さんがやろうとしているものが適正な量なのかっていうのを一回ちょっと判断してほしいというか、相談し、子供と話し合ってほしい。そこを子供と話し合って、子供がこの量ならいけるって、子供が自分自身で決めたことを尊重してほしいんです。スタートは親から見た時に少なくないって思うかもしんないんですけど、そこをグッとこらえてそれを尊重してあげる。ただ子供に絶対言わなきゃいけないのは、自分で決めたことはちゃんとやろうっていう、そこです。自分で決めたことは達成するっていう、でそれをできたら褒めてあげてください。どんなに少ない量でもスタートはいいんです。そこからで徐々に増やしていく。子供は例えば最初はこの量しかできなかったんだけど、褒められてやっぱ自信がついていくので、ちょっといけるかもって思う時が出てくるんですよ。でそれをちょっといけるかもって、その繰り返して少しずつ少しずつ量を増やしていく。それが量を増やしていく中で習慣になっていくっていうのが、やっぱり自分の生徒を見てきて、そのパターンがやっぱ王道だなと思うんですよね。なのでぜひね、中学生とかになるとなかなかね、こうコミュニケーションが取りにくいってこともあるかと思うんですが、今我が子がやろうとしていることがその子に合ってるのか、その子が本当にこれだったらいけるぞって気持ち、前向きな気持ちで取り掛かれる量なのかっていうのを吟味するのをぜひやっていただけたらと思います。そして2つ目の勉強におけるプラス経験っていうのは、さっきの話につながっていくところにはなるんですけど、とにかく勉強してよかったって思う経験です。で子供にとってはやっぱり一番それを感じるのはテストですね。目に見えていい得点が取れた時にやっぱ嬉しいですよね。しかもテストで得点が取れると、大体保護者の方、親御さんに褒めてもらえるっていうのがセットになります。なのでテストの得点が伸びて、自分の中で成長実感、成長してる、頑張った、力になってるっていう実感をもらえる上に、褒め言葉、褒めてもらえるっていう嬉しい経験が足されるので、すごい高揚感が味わえるんですよね。それによってはモチベーションがどんどん高くなっていくってなるんですが、ただその、学年によりもよりますけど、テスト結果、テストの得点って勉強したものがすぐになかなか反映されにくくなるんですよ。特に学年が上がれば上がるほど。だからちょっと頑張ったぐらいでテストがなかなか上がらないんですよね。でやっぱそこにたどり着くまでには、ある程度勉強習慣をつけてコツコツ積み上げなきゃいけない。だからやっぱり毎日、例えば宿題一つ取ってもそうですけど、毎日やってることに関して褒めてもらえる、頑張ったね、お疲れ様と言ってもらえるとか、例えばやることをやったら、ちょっと今日実はアイスを買ってあって、今日あれじゃん、勉強サクッと終わったじゃん、実はアイスあるよみたいな、勉強頑張ったらいいことあるじゃんみたいな、嬉しい経験をつなげてあげるみたいな、ちょっとサプライズ的なところにはなりますけど、自分がよく使う手なんで、それは子供に、そういったことも入れつつ、勉強頑張ったら褒めてもらえる、親からしたら宿題なんて当たり前だし、勉強なんて当たり前って気持ちも絶対出てくるんですよ。ですごくわかります。わかるんですけど、やっぱり子供の物差しで測ってあげてほしいんです。親の物差しで測ったら当たり前なんですよ。でも子供の、今子供の勉強やりたくねえな、めんどくせえなと思ってるこの物差しだったら、すごく頑張ったことなんですよ、一生懸命宿題やるっていうのは。なのでやっぱそこは褒めてあげてほしいんですよね。褒めの、その過剰な褒めとかまでしなくていいんですけど、よく頑張ったね、お疲れ様みたいな、アイス一緒に食べようぜぐらいなぐらいはしてあげると、すごい小さな積み重ねですけど、その積み重ねがやっぱり子供の表情、そして子供の勉強宿題に対する姿勢が変わってきますので、親御さんにねお願いする形にはなってしまうんですが、その辺を意識して過ごしていただけたら幸いです。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。まずこの動画も含めてですが、こちらのパパママシリーズ、一度でもねご覧いただいた方ありがとうございます。もし今までどんなこと喋ってきたんだろうと気になる方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンクが一覧になってますので、そこからクリックしていただけると飛べますので、ぜひ見てみてください。それでは最後に伝えたいことがあります。それは本当前の動画とかでも触れていることなんですが、保護者の皆さんの言葉が一番子供に刺さります。これは間違いなく言えることだと思います。でなんでそう感じているかというと、私塾講師時代に、皆さんも学校とか塾とか、今コロナでちょっとないかもしれませんが、三者面談ってありますよね。ただ私三者面談嫌いで勝手に廃止してたんですよ。二者面談2回やってたんです。子供と二者面談、親御さんと二者面談、時間2倍取られるんですけど、でもそれが、意味があると思ってたんです。なぜかっていうと、その方が本音で喋ってくれるからです。
実際子供と2人で喋るともう普段はねこう反抗期真っ盛りの子が親御さんへの感謝の言葉とかが出てきます。これは本当に1人とかじゃないんですよ。多くの子がそう思ってます。ただそれを表現できないんです。そういう時期なので。で親御さんもそうです。どうしても子供の態度を持ってイラッとしてこうダメ出しを言っちゃうんですよね。言っちゃうんですけど、うちの子はもう携帯ばっかりじってみたいなこと言っちゃうんですけど、2人で話すと愛情あふれた言葉たくさん出てくるんですよ。子供のために何かしてあげたい、でも何をすればいいかわからないって、そういった話をお母さんにこう今と言ってくれた話子供に伝えてもいいで、何々君に伝えてもいいですかって許可をいただいてそういうのを言ったりするんです。お前のお母さんなってこんな風に言ってたぞみたいな。でそういうのが大事かなと思って受講師の時やってたんですね。なので、まあ、他の受講師の方は知らないですけど、多分他の方より一般の方よりは親御さんの本音、子供の本音をたくさん聞いてきたと思ってます。だからこそそう思うんです。親御さんの言葉っていうのがいい意味でも悪い意味でも子供に刺さります。だから今回褒め言葉っていう言葉をたくさん使ったんですが、たくさん褒めてあげてください。もちろん嘘の褒めはいらないです。でも褒めのハードルって下げることができます。どうしても我が子の褒めのハードルって上がるんですよね。他人のお子さんにはちっちゃなことでも褒められるのに、靴並べられたねすごいねとかって言えるのに我が子には言えない。なぜなら当たり前だと思っちゃうから。でもそこはやっぱりフラットにしてあげてほしい。褒めのハードルを下げてあげて、ぜひ褒めてあげてください。さっきの宿題の話もそうですね。当たり前と思うこともあるかもしれないんですが、頑張ったことに対してはよく頑張ってね、お疲れ、アイス食おうぜみたいなの言ってあげてほしいんです。で逆にネガティブな言葉、例えばダメ出しとか、まあダメ出ししなきゃいけない時もあるんですが、良くないタイミングでダメ出しをすると一生刺さります。特に思春期の子は繊細なので刺さりやすいです、ネガティブな方に。なので、まあ、今回伝えたかったのは、親御さんの言葉っていうのがやっぱり一番のパワーを持ってます。我々、まあ、今 YouTuber ですけど、塾講師 YouTuber の立場より学校の先生よりも信頼してるとかって表現をするのは先生とか塾の先生とかになるかもしれません、その時期は。でも言葉の力は絶対保護者の方が一番持ってますので、ぜひ、まあ、自覚していただいてというと生意気になるんですが、自分が持ってる言葉っていうのはタフで、反応は薄いけれどもちゃんと届いてるんだっていうのは私が保証しますので、ぜひそれを大事にした、思いを大事にした状態でここから過ごしていただけると嬉しく思います。はい、ということでシリーズ通して結構生意気なことも言ったかと思うんですが、皆さんにとって一つでも気づきというか何か発見があれば嬉しく思います。では改めてこのシリーズご視聴いただきありがとうございました。また何かの動画でお会いできたらと思います。それではまた失礼します。